あの記事には挙げてなかったかと思います。なるほど、それぐらい違うわけですね、はい、読んだとさっきの試合に出てた煙突とかも割れるので、そこでマリガンチェックにお互い入ります。お互いキープでスタートです。先行は十文字選手、まずは不毛の大地から置いていきます。さあ手札には放送ビルが2枚とブレインストームが1枚、あとは物読みですかねが見えますね。さあこれはなかなか、さあここでもらうことに対応してブレインストームをキャストしていきます。まずはギタクシア派の調査で相手の反動を見て仕掛けに行くか行かないかを判断したいところですね、うん、さあ2枚戻してタイエンドですね。さあここで露天交渉、これもとんでもないですよね、はい、制限カードですこれは。さあここで川北選手土地が止まってしまった、モックスもない、ディスカード、いやモックスはクないなさそうです。ないんですね。どうなんでしょうね、一番左のカードが何かが分からなかったの で、ね、うん、ブラックロータスだったりするんですかね、あれば置いてますかね。いや置かないですね。置かない、なるほど。やっぱりいきなり飛び出す3マナってのが相手警戒しにくいので、うん、なるほど。モックスは置きますか。モックスは置いても置きますね。マナボルトを出し、マナボルトは先に出しても良いので、うん、さあおそらくなんですが今デモニックチューターがちらっと見えたので白枠のカードあれだったのかなと思います。あ、デモニックチューターか。つまり、はい、マナが全く今ない状態と、はい、てっきり川北氏の方がデモニックチューター黒枠だろうってのがちょっと頭にありました。いやいやいや。さあここでディスカードが続きます。川北選手、ランドスティルは、まあ、土地を攻めるデッキって言っても、まあ、大体合ってますね。あ、そうなんですね、はい、あの世界のルツボとかでどんどん攻めていったりもしますし、うん、まあ、基本はコントロールデッキであるものの、はい、そういった攻め方もあると、はい、そうですね。さあここで、やっと引いたモックスから駒を出しますが、これは精神的つまずきカウントされます。ランドスティールもいいデッキなんですけど、これが扱い非常に繊細で、うん、ワンミス即死につながってしまうので、うん、ちょっと私は扱いこなしきれないですね。使ったことはあるんですが、さあここで唯一のモックスを機械の氷結で奪いに行きます。あとは10回殴る間に川北神が立て直すかどうかですね。さあミシュラズファクトリーでアタックしていきます。ここで今カウンシルジャッジメントをモックスエメラルドのパッと打ったのはいい判断ですね、うん、慣れてない人だとなんか出るかもと思って取ってしまいがちなので、うん、おそらくここで行き詰まりを置いて、あとは土地で、うん、さあここでデッキ目になっている行き詰まりですが、これはカウンター飛んできます、まあ、ここさあこれにも放送ビルで放送ビルを切ってカウンターですが、川北選手ここどうしますかね。仕返しますかね。反動を持っても仕方ないので切るんではないでしょうか。さあここで細ビル川北選手2発目を切ってカウンターします。とはいえ川北信もここは厳しいですね。うん、マナが攻めて出てたらパラドックスで夢を見ることはできたんですが、先ほどのトップデッキみたいに。そうですね。さあドロー後、さあこれはまさかジェイス投了。さすがにたまらず投了ということで、2本目は十文字選手が取り返して、ゲームカウントは 1-1、 3本目になり移ります。まあパラドックスは結構波のある